1 H-4H ハーキュリーズヒューズ社が陸軍向けに納入し、初めて商業的に成功したモデル TH-55 おさげヒューズエアクラフトは、ハワードヒューズによって設立された航空機製造会社である。高速偵察機の試験機 X-11 や h 4ハーキュリーズ飛行艇のような突出した性能を備える航空機を開発したが、いずれも 試作段階に止まり、本格的な量産は後に参入したヘリコプターまで、待たねばならなかった。詳細は X、X 解 -11 を参照、XF-11 はリパブリック社の XF-12、レインボーと同じ、高速、長距離写真偵察機と呼ばれる要求仕様に応じて、設計された、試作機。ヒューズ社初期に製作された、 d 二の拡大版であると言われる X マイナス十一の最終的な設計の外観は、第二次世界大戦時の p マイナス三十八ライトニングと似たものとなった。首車輪式光着装置、創発、予圧されたコクピットのある中央胴体を持つ創動の全金属製単容器である x f 十一は、p マイナス三十八よりも、はるかに大きい全幅と、 はるかに高いアスペクト比を持っていた。ハワード・ヒューズが操縦する試作初号機は1946年7月7日の初飛行時に墜落した。詳細は H-4 を参照ヒューズの飛行機にかける情熱の集大成とも言えるものがヒューズウェアクラフト開発の H-4 ハーキュリーズ飛行艇である。機体の大部分が木製のため、 スプルース製のが超王とも呼ばれた。1947年の完成当時、この機体は世界最大の航空機であり、現在これよりも大きな翼服の単動機は製作されていない。当初この飛行艇はアメリカ軍向けの輸送機として開発されていたのだが、第二次世界大戦の終結により購入契約が破棄された。ヒューズが全力を傾けて作り上げた。 この巨大な飛行艇は、わずか1機だけが製造され、完成後はヒューズ自らの手でわずか1回、飛行しただけだった。2500万ドルかかったとされる。その後は、カリフォルニア州のロングビーチ港に長らく展示され、現在は、オレゴン州マクミンビルにある、エバー・クリーン航空博物館に展示されている。詳細は、ヒューズヘリコプターズを、参照1947年に、 ヒューズ工具会社の一部門であるヒューズエアクラフト社の一家として設立され、ハワード・ヒューズはヒューズエアクラフトの業務を飛行機からヘリコプターに移した。1948年、ケレットエアクラフト CO は当時最新のヘリコプターの設計をヒューズに製造のために売った。XH-17 スカイクレーンは1952年10月に 完成したが、商業的には成功しなかった。1955年に、ハワード・ヒューズは、組織を、ヒューズヘリコプター部門に改組して、軽量ヘリコプターの開発生産に本腰を入れた。1972年にヒューズヘリコプターズに改組され、1984年、ヒューズヘリコプターズは、マクドネルダ・ダグラスに5億ドルで売却され、社名は、MD ヘリコプターズに変更された。 ヒューズとの関係は断たれたが、その後も、ボーイング、シュワイザーエアクラフト、MD ヘリコプターズに受け継がれてゆく。宇宙開発の黎明期から参入して、数々の探査機や通信衛星を開発した。ありがとうございます。